今日起きたのは12時3分はよ。ごめんごめん。ちゃんとやるから。こんにちは。あよ。なぜか12時3分とか12時4分とかちょっと過ぎた頃に起きるんですよ。なんでなんだろうあれ。ごめんごめん。ごめんね。ごめんなさい。起きて10分の顔なんですよこれが。目覚まし時計は11時半ぐらいです。で一回起きたんですけど、いやまだ寝れるぞと思って、目覚めた瞬間あ過ぎてるみたいな、急げ急げって。こんにちは。昨日ちょっと遅かったんだよね寝るのが。なんかすっごいゆっくりストレッチしてたらめっちゃ時間経っちゃった。なんか毎日すごいゆっくりするストレッチ心がけてるんだけど硬いんだよね体が。なんかすごいマッサージしながら、なんかやってた昨日の夜。マッサージの方が大事だから体柔らかくするにはね。仕事で寝坊しないよ絶対。だから仕事だったら起きるんだもん。まあ、仕事なんだけど、なんて言うんだろう、絶対目覚める。早めに設定しといても目覚める。だから意識の問題なんですかね。いやでも本当に仕事以外のことは一切起きれないんですよ本当に。友達と遊ぶ時とかも危うい。結構本当に結構危うい何しよっかな。見てでも英語かダンスかな、やるとしたら。これは仕事だとは思うけど、仕事だとは思うけど、そんな私が気負ってやったら続かないダンスと何英語。おすんちさん可愛い、ありがとうございます。な責めないでよ。15分くらいじゃ、十何分くらいじゃ。頑張ってるの私にしたら頑張ってるの私にしたら翔平さん疲れありがとうございます。頑張ってるの。待ってるんだよこれでもね、私にしたら。昨日 TikTok 荒らしたありがとう。おんちゃんのお姉さんこんにちはこんにちは。そう私にしたら頑張ってる。あともうちょっとメール頑張らなきゃ
やりたなんて言うんだろう、やらないでいいやって思ってるんじゃなくてシンプルに忘れる、これが本当に本当にこれ本当にシンプルにこれ送らなくていいやとはほんまに思ってないき、だからシンプルにあもう10時だみたいな、目かゆかゆかゆ、今日はメイクしないぞ。あげながら応援してます、嬉しい、ありがとう。表ながらに応援したっていいんだよ、プライベートメール、まあプライベートだからね、プライベートだからね無理しない、ありがとう、嬉しいぜ。顔の日焼け止めどうしよっかな、ピンかわいすぎ、嘘、パックパズルってなんだ、表には出せない、なんで。癒しのアイリちゃんこんにちは、こんにちは、ニッセイこんにちは、こんにちは、なえの声を送りたい、うん、さフォーコさんモテをありがとうございます、ピンでかわいいのが本当の嬉しい、嬉しい。深夜で遅れたら結構遅れる自信あるわ、メイクしてないと必要なにしんちゃん、ももに嘘似てるかな、かけながら押してる、表ながらに押してよ、表ながらに押してくれ、ちょっと顔白くしたいくてしょうがないんだけど、どうしたらいいと思う、ちょっと日焼け止め、この日焼け止め塗ったら多分顔が死んじゃうんだけど、まあでもないからな、顔用が、白くなりたいんだけどどうしよう、ハトムギのサプリ買うか昨日迷った、こんにちは、おはよう、皮膚科に行ったら白いやつくれるの、初耳学、みんなボケてくる真剣に悩んでる、うん、さっき起きた、で5時に寝たから6時間くらいか、ラジオ風に聞く、オッケー、夜ご飯、あ、読んだか、夜ご飯どうしよっかな、こんにちは、ヨーグルトとか切れてるわ、やべえ、ヤクルトも飲み干しちゃったぜ、こんにちは、今日肌のツヤいいです、今日肌のツヤがベリ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 グッドですね、あ、今日肌のツヤがすごくいいです、なんだこれ、綺麗、昨日メイクしたのに、本当さすがにそう、 TikTok の髪色変わるアプリで遊んでたんだけど、普通の髪色が一番、普通のね、茶色ってこと、ネット注文できるんだ、いても綺麗、今日も会ありがとう、実際にチームメイトに必要な存在、そうなのかな、そうでもないと思う、個人に出てるの肌切れ、もうなんかそうなってるんじゃない、関係ないね、私はあんまり、逆に早起きしたりした方が顔むくんで、なんかよろしくない、すごい体調悪い普段からそうです、でもなんか早起きしたら体重くて頭痛くて、バグの音すごかったね、ライブラリーの練習じゃない、
ストレッチしてた。ガジごめんね、全然いつも綺麗ありがとう。初見です、本当かな、ありがとう。俺はアリちゃんが好き、ありがとう。自分はそう思ってる、嬉しい、ありがとう。頑張るね、そう思ってもらえるようにもっと。今日肌の治安すごくキレピー。なんでだろう、この調子でメイクしないぞ私は。やっぱこれのおかげかも、新しいね化粧スキンケアがすごく良くて。ミシェルさん可愛い、ありがとう。あ、なんだ治安警察がいいねって感じ。マジ短パン買いたいさん、アイスありがとう。安い話をやめたのよかった、面白いから好き、ありがとう。何やかんややりちゃんが好きです。草この前買って、そうこのビタミンドロップ、クレアスのビタミンドロップめっちゃよくて、あの塗った瞬間に肌があったかくなってすごくいいんですよ。で毛穴が、あのおやすみって言ってみんな閉じていくんですよ。ちゃちゃんありがとう。ファンデーション小麦粉、いや片栗粉ですね私は。ネイルブラック、ううん、ドブ色。ほんと毛穴がおやすみって、ここら辺にすごい毛穴開いてたんですけど、なんか毛穴がおやすみって感じで、ほんと閉じてって、どんどん。ほんとにおすすめ、ほんとにおすすめ、これはめっちゃ良かったかって。じゃじゃん、あといっぱいありがとう。ちょっと毛穴が開けまくって悩んでる人はぜひ、毛穴がみんな全員元気で起きてる人はねぜひ塗ってみてください。すごいね、いい感じ。しかもなんか暗いところに置かなきゃいけないからガムテで暗くした。これ暗くなってると思う。暗くなってると思う。暗いとこに置かんといかんって書いてたとき、ガム手で貼ってみた。これ暗いだろうと思って。毛穴不眠症ってどういうこと？起きてるってこと？めっちゃもうそれはもう閉じなきゃね。強制閉門。ドブ色仲間もドブ色なんだもんこれ。雑？嘘、綺麗じゃん。暗いでしょこれ、暗いでしょ。光当たりすぎて黄色になってる人の記事見たからちょっと焦って暗くしました。アイちゃんほいほー、光当たんなきゃ大丈夫、 OK。 アイちゃんのゲーム実況ゲームしないけど面白い、宇宙から音聞こえなくなるけど、え、なんでやろう。もう一回商品名、あのね、クレアスのビタミンドロップです。私のインスタグラムに載ってます。インスタグラムに載ってます。本当にめっちゃ好き、大好きになった。ニンキンさんハートありがとう。ね、光当たんない素材にしすぎてるんです。からパッケージにこだわるからそんなことになるんだ。こんにちは。マジ毛穴がお休みしてたんだけど、本当にここら辺ね毛穴おはようってしてたんですよ。ここなんでこんな毛穴おはようってしてるんだってすごい疑問だったんですけど、私も全然なんかお休みしてった。え、めっちゃ綺麗今肌、鬼綺麗。おお可愛い結構今。暑いから、暑いと毛穴開くんじゃないの多分。そうね、カメラの高画質化でテレビとかすごいからね。だってさ、ドラマとかさめっちゃさ毛穴まで見えない、超大変じゃない？毛穴まで映してこない？ドラマとか、まあ、モデルかわかんないけど。もうちょっと加工してもよくない？ってくらいさ毛穴すごい見えない？ドラマとか最近の。
今日で22歳。おめでとう、同い年だね。なんかね、チリチリでね。フルーツ宅配便出たい。イベント写真あるより細かく、そうだよね、亀子さんのやつか。すごいよねあれ、ほんと土佐ぶった出れるようになるかな、ドキドキだな、これから。こんにちは、わーん。2週間、あ、そうだ、今日で2週間だって。イエーイ、頑張ってる頑張ってるんご。とりあえずみんなの暇タイムが終わるまではやるけど。でも、もうすぐ終わるの？最長記録だよね。みんなのお昼在宅とかオンラインで暇タイム今月いっぱいなんじゃない？そう、2倍だよ。2回やってるから。あ、恋に弾けなった。6月15、この時間お昼休みってあるから大丈夫？見てくれる？みんな本当視聴者就職なみたいになる？ならない？大丈夫？私が仕事が入るまでやる。じゃあ私のお昼、うん、私のお暇時間、私のお暇時間、おいち時間が終わるまでやるわ。なんか普通に難しいと思うからね、お仕事始まったら同じ時、お昼の時間にやるの。ふぅ、奥さん、ありがとうございます。私の仕事がスタートするまでオンライン生誕？知らない。学校始まっても見えるの？友達とご飯行きなよ。公演も始まる、知らない。あんない。あれ。エイトの声の劇中デビューしておく。そうです、リモート生誕祭ってやばくない？シンプルに。待って、蚊に刺されたんだよね昨日。かゆっ、あ、蚊刺されてるわ、めっちゃバッチリ。かゆいなって思ってた。なんかそういやさ、昨日見た夢、今日の夢、なんかすごい怖かったんだよね。なんか虫に追われる夢だった。あとなんかゲームキャラに、虫に追われた後はなんかアメーバみたいなゲームで、後でゲームキャラになるような集合に集合体に追われてた。あと虫に追われたでっかい蜂みたいなやつ、怖かった。アブみたいな、怖かったわ本当に。こんにちは。でね、なんかすごい坂道の、すっごい滑り台みたいな、こんな坂道の上にこう逃げるんですよ私が。どっかの国の姫とかも捕まえられて、で逃げて、でこっからゲームキャラがブワーって追っかけてくるんですよ。
でも私はなぜかそこに逆にこういっぱいいるって、私はお風呂に入ってお湯をかけてたんですよ。けどお湯をかけてたけど全然倒れなくて困ってやばいと思って、逆にこの逆走して滑りまくって逃げれると思って、コキさんの謝りがとう、こう逆走して逃げれると思ってこう逆走して逃げるんですよ。そこで終わった。目が腫れてる？あ、これ私こういう目なんですよ。涙袋でかしなんです。八千代かけられる意味は何の疲れ？変な夢だよね。なんか私新しい新種の夢だった。楽しくはないな、追われてる身だからね。喋り方似てる。ほんまに？ふまちゃんって言ってないよ私。かわいい、ありがとう。あと何かな、なんかいろいろ見たんだよね夢。その追いかけられる夢と、お風呂に逃げてお湯かけて倒そうとするところと、精神の疲れ。全然疲れてないけどね。二世の握手はどんな感じ？分かんない。どう？ハイテンション？仲いい？みんなとすごくフレンドリー、楽しい。だから話しすぎちゃう。弦取ればわかるって。うん、面白いって。ちょっと下がってきたな、ここ見せるもんじゃない？わかんないか。矯正頑張ってる。何も話題考えていかなくて大丈夫だよ。何のモノマネしよう今週。困った困った。何しようかな。実物可愛くて言う。よかったね。うん、マシマシで爆発する。そうだっけ、あのスーツの時だけでしょ。スーツ着た時すごかったね。愛が勝手に話しておる。それな。申し訳。全然受け身じゃないから。カツオの旬、通称待ち受け。いやでも前の握手の時よりかは可愛くなってる気がする。あ、でも前の握手の時なんか顔のコンディションめちゃくちゃ良かったんだよな。あのすごい顔がちっちゃかったあの時。ディコルトなんて言わないで。善悪じゃない、スーツ着た時。いつも顔小さい。いや、ちっちゃくないんですよ。だって私ハツカとかの方がちっちゃいからね。ピョンさんとか、ピョンさん、ハツカ、あと誰かなとかと一緒に写真撮ると、うわ顔でっかって思う。こうハツカと横に並んでで撮ってる写真とか、マジで顔ちっちゃい。ハツカ、ハツカね、こんな感じ。私顔ちっちゃいと思って生きてきたのに全然ちっちゃくないことを思い知らされた。マジでショック、イッツショック。なんで比べたらいかんの？
気になりますね。こんなになりたい。こんなに。もうちゃうっちゃい。これくらいになりたい。ハツカもめっちゃ顔ちっちゃいよ。てかハツカは結構普通に身長があるのにちっちゃいからすごいと思う。あと体格もしっかりあるのにちっちゃいから、大人のなんて言うんだろう、くらいなりたいですね。十分ち、何その慰め、やだ、なんで私もアイドルなんだけど痩せてやるぜ。初子とはね一生仲良ししていく仲なんで、将来一緒に住む約束もしてるんです。仲良しか仲良しか。なんか右下がりになってる気がする、前髪が。シェアハウス、2人でシェアハウスって言うのかな、言うか、言うか。あつがいい人だよ、好き、ラブ。ルームシェアか。眠れるよ。喧嘩しないよ、私と初子。一回もしたことないもん。一回もしたことない。のんのんともないし、れいちゃんともないし、ゆきちゃんともないし、うん、喧嘩ないんですね。なんかお互い結構気使うから、初子とはいい意味で。喧嘩するもんじゃない、仲いいメンバーは絶対喧嘩しないと思うけど、する意味ない、ないない。だってする意味がない、することがないもん、喧嘩。マッチです、もーちゃんファンです、イエーイ。ユキーナと仲いい。あ、でも結構年が近いからよく話してるか、世のレッスンの時はよく話してたかも。ユキーナと一番話してたかも、レッスンの時は。うんかな、うん。アイドルオタクの取り合いで喧嘩する、なんかあんなことあるわけないじゃん。しないしない、そんなこと。目かゆい。うん、なあ、でも仲良しだから多分大丈夫だと思うよ。っていうね。赤リップが消えた。どこいたんだろうね。ママステンとは喧嘩するよ、ボリボリに、ゴリゴリの。エイトメンバーならどこのところに握手に行ってもいいと許可で。お、すごい。
さすがあかりさん、こんにちは。リッスンちゃんの髪って途中で質問を切るな。高知東京間普通行こう。きそうですね。黒髪かわいい、ありがとう。美容院行けるようになったら明るくします。あれ、それあかりさんのアバターじゃないな。こんにちは。性格似てないです。ほんとやめてほしい、ももちゃんのあれ似てないから、マジで似てない。似てるってなんで言われなきゃいけない。似てないですから、ほんとに。いつも割とその辺寛容。あ、そうなのかな。寛容じゃない人いるの。こんにちは。似てるから喧嘩するんじゃないの。分かり合えないから喧嘩するの。姉妹の顔がより似てる。そう、ビンゴで好きになった、ありがとう。おはよう、ありちゃん。メールは、はい、送ります。これが終わったら送ります。早急に送ります。すいません。なんか嫌だけど、それを嫌って言ったらやめるの？逆に。めっちゃ泣かせた。逆に他のメンバーとか行かないでって言ったら行かないの？やめるの？それで。そういう問題じゃないでしょ、もはや。だから言わないの、あんまり言わないんだと思う。私のファンの方はなんか愛ちゃんって感じじゃなくて仲いいみたいな感じで押してくれてる感じだから、そういうの言うと違うくなってくるのかなって思います。なんかなんつったらいいんだろう、俺たちが支えなきゃっていうよりかはイエーイみたいな感じじゃん。なんかそんな感じじゃない。なんかゲームで1位にさ、1位にとかそういうのじゃなくて、ゲームで1位に、このイベントを1位に、ショールームイベント1位にする、そういうのじゃなくて、うえーみたいな感じじゃん。バトフェス。よし、レイちゃんに頑張ってもらいたい。私もインストールして A ちゃん応援しようかな。だからそういうなんか束縛チックなことを言うと、うん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 ってなりそうです。髪の長さとか色とか、あ、そうですね、言われたことはないです。でも1年間は巻いた髪型を捨てためでした。1年経った時に巻き髪のヘアスタイルをしました。捨てなきゃという思いがあります。いや、ありがとう、嬉しい。言ってほしい人もいる。いや、それは行くなよって思ってるよ。人間なんで他の人をヘッダーに書くなとか思うし、思うよ。トップが私に仕上がれって思うし、アイコンありじゃんさん、ナイスです。思ってる？してる赤も。
メール返信誤爆自分いいと思う自分で。お腹すいた、今日のお昼は何にしよう、オムライスにしようかな、チャーハンチャーハン、それうわうわオムライス、ね、30分した今日、もうした、ボグさんバラちゃんありがとう、モスバーガーいいね、モスバーガーってめちゃくちゃ美味しくない、モスバーガーのさエビカツバーガーが好きなんだけど、私いい子じゃないよ、私はバッドガール、仕事に戻るからバイバイ、頑張れ、変な分なっちゅう、お好み焼きいいね、3分くらいかもね、え、ポテト、私はエビカツバーガー、ハーツです、ありがとう、ブック帳に仕事振られたせいで昼休憩が45分、そんなことあるんだ、嫌だよって言えばいいじゃん、肉丼食べたいいね、コーラが飲みたいいいね、あいーん、カップラーメンできないくらいモスはオニオンリング、あーポテト太いのと細いのどっち派、日によるあとレポートだけ頑張って、モスバーガーエビカツ美味しいよね、あエビカツバーガーが一番好きです、それしか食べないモス行ったら、モスはマジで定期的に食べたくなるよね、モスチーズか、モスチーズか、もう食べたいなって思うんですけど、エビカツバーガーどういうこと、わかる、マックもエビフィレオが好き、完全がね、うんわかる、口が配信があるのでって言って断れる、勇気があればモスバーガー食べたい、いやでも私はワンワンオムライチ食べるよ、ねエビカツ美味しいよね、ご飯バーガーうまい、あ分かんない食べたことないご飯バーガー、エビフィレオが一番原価高い、しゃ原価高いって、エビカツもう少しどんな、ですねエビカツバーガーはまずパンがこうあって、その間にレタスっぽいのがあって、その間にエビカツが入ってるんですけど、このエビカツがですね中にエビがプリ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 詰め込まれてね、エビをプリッとプッて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 やってポン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 みたいなバーガーです、そんな感じ、ライスバーガーモスのやつは食べてみたいな、バンズがレタスのやつあるよね、ちょっと気になったあれ、でもやっぱパンがいいと思った、そうエビのメンチカツを挟んだやつ、そうエビが美味しいんです、ほんとプリプリで、もうポリ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 のポリポリなんですよ、原価中じゃないよ、だったら調べてるわ、特にこう教えてもらって、あそうだったんだやったー私天才って思っただけじゃん、小麦粉は分かってる、だからパン食べないようにしてる、本当にほとんどパン食べてないよ、すごくない、パンマジで食べてない、そうオムライスとかはオムライスじゃない、お好み焼きとかもほとんど食べないようにしてる、月見バーガー美味しいよね、コストコのホットドッグ、あー一回あるかも、あないわないわないわ、あれイケアのやつだ、パン美味しい、パン美味しい、食べたい、私クロワッサン大好き、あとメロンパンも大好き、あと黒糖パンも好きだし、米粉パンみたいなやつも好きだし、食べたい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 ってなるけど我慢してます、してのリップもプリプリ、そんなプリプリじゃないよ、ケンタッキーのビスケットが好き、
共感してくれるかな誰か。知らない？ケンタッキーのビスケット、メイプルシロップかけて食べるやつ。グーわかる？あれめっちゃ美味しくない？美味しいよね。あれは本当に美味しい。でももうしばらく食べてない。ケンタッキーしばらく食べてない。1年は食べてないかもしれないですね。ミスド食べたい。ポンデリングハニーチュロス。私ミスドで好きな食べ好きなやつ茶色いもんばっかりなんですよ。ポンデリングとハニーチュロス、こういつも2つくらいで我慢しなきゃいけないから2つくらい取るんですけど、ポンデリングとハニーチュロス取ったら絵柄が茶色すぎて全然可愛くないんですよ。ゴールデンリング美味しいよね。丸い方が好き、ちっちゃくなってる方。絵柄が全然可愛くない。カラフルなの、うん、茶色いのがいいの。茶色いオンリーのやつが好きなの。ポンデリング美味しいよね、ほんと大好きだわ。一口サイズ絶対いろんな味食べれるから好き。ポンデリングは結構2つぐらいハムハムこう食べちゃいますね。一個一個じゃなくてハムハムハムって。パン以外で最近全然食べてない。ラーメン、ラーメンですね。あとラーメン、ミスドの跡地がもそばかオールドファッションってどんなんだっけうんこみたいなやつか。いけるすぎて病でなくなる。確かに。でも本当に我慢してるものってラーメンぐらいかな。ラーメンぐらいかな。え、ありそうだけど、あ、ピザとかも食べてないかな。まあピザはもともと食べないか。あ、でもマックとかそのモスバーガーとか食べてないです。2ヶ月くらいこのステイホームになってから食べてない。そう、ファストフード。鍋焼きラーメン食べたいよ。昼休みになったら見に来ました。お疲れ。いや本当にマックとかジャンクフード食べてないですね。ステイホームになってから太る人と痩せる人分かれる。うん、そう思う。どうですかみんな、どっちですか。私は痩せました。でもなんか家にいる分我慢できるから。タピオカも飲んでない、好きだけど。そう、変わらない、痩せる、変わらない、痩せた、膨張。でも痩せた人多い。痩せた痩せた痩せた人多い。これ以上太らない太った、育ちました、痩せた、太った。おお、結構でも五分五分。太りすぎダイエットして、うん、マックです。コーチはチキン立ってた。あ、いいね、毎日飲んでるの。それは太って、コカ・コーラさん飲まないけど、あんまり太った、おや、太った、現状維持、痩せた、よく食べた、太った。あ、でも五分五分ぐらい太った。五分五分ぐらい筋トレしてます。明日にはくびれ用コルセットが届くので。もうね、気づいた、イカ水の重力には。あのね、イカ水を直そうと腹筋したりなんか腰上げしたりして直そうとするんですけど、
重力には逆らえないらしいので全然言えないじゃん。コルセットで24時間締め付けて形状で覚えさすことにしました。腹筋は続けるけどね。でも効果がやっぱ胃下垂なんで出にくいので、ちょっと心折れちゃうので、くびれをコルセットで補助する。ずっとつける、24時間つけてやる。もうね、寸胴な体を見てね、萎えるので、本当に胃が下にあるの、胃下垂って。逆立ちできないんだもん。それに逆立ちしたところでさ、また戻ってくるじゃん絶対。これから帰り頑張れ。よし、じゃあそろそろ終わりよくにゃん。食べても太らんやつやけど、高校生ぐらいまでで終わった愛梨は。そう、最近さ、別に普通に食べたら太るのにさ、どうやって胃下垂の効果が出るやろ愛梨にとって。どうやって分かる？あのね、食べたらすぐお腹がね、ボーエーって出る。下腹がめっちゃ膨らむ。それで分かると思う。あんまり食べた後にあんまりお腹出ん人は胃下垂じゃないと思います。ブエーって。あ、もう1時やび。じゃあランキング見ます。13位、つゆさん、ありがとうございます。12フォーコ、早くアイリーちゃんに会いたいです。アット香港、アットチームエイト推しさん、ありがとうございます。私も会いたいです。11位、ちゃちゃん、ありがとうございます。10位、しんたろうとりせんさん、ありがとうございます。9位、たろいもさん、ありがとうございます。8位、ぼんごさん、ありがとうございます。7位、ふみやとふふさん、ありがとうございます。6位、ぽくれんぽさらんさん、ありがとうございます。5位、まこっちゃんと山田ななみさんは、永遠の神尾さん、ありがとうございます。4位、ヘルプみゆりせんさん、ありがとうございます。3位、ひでくんさん、ありがとうございます。2位、ファイナルさん、あっと、来週はドーナツになります。大丈夫。嘘だよ、楽しみにしてる、ありがとうございます。1位、こうきさん、ありがとうございました。イエーイ。バイバイ。バイバイ。